上げる方法は何でしょうかと、アップの方法を教えてほしいです。月間アクセスですね。月間アクセスアップする方法、まあ、これはですね、いろいろもちろんあるんですけれども、一つ僕が簡単にできてお勧めしたいのは、サーチコンソールですね。Google のですね、サーチコンソール、無料で使える分析ツールなんですけども、アナリティクスと同様にですね、無料で使えるんですけども、これに必ず登録してデータを貯めるんですね。サイトの、ブログのデータを貯めておくと。で、ここで、1ヶ月以上貯まればですね、過去28日間から3ヶ月とかですね、期間を区切って自由に情報を出せるんですけれども、ここでですね、クエリーとかですね、ページっていうところは全部出せるんですね。実際にアクセスが来ているページ、アクセスが来ているキーワードですね、検索されたキーワードっていうのを調べられますので、このキーワードをですね、タイトルの見出しに入れていくんですね。リライトっていうんですけども、これやることで月間アクセスはもうガクンと上がります。ですので、これをぜひやってほしいなと思います。月間アクセス数ですね、調べ方を